はい、まずスタートですね、スタートエコバンの、畑選手が、取りましたけども、まあ、その後ろ、村田選手、行きましたね。まず5番ですね。5番2番そして、5番1番2番ですね、はいはい、まず各ラインの、後ろの選手がスタート争いということで、まずここで、スタートが決まりましたよね。畑選手が前ということは8番の佐々木剛選手、8番5番のラインですね。そして村田選手が、取りましたので7番1番松岡選手がこれから上昇してくると思います。はい、まず8番ですね。これ8番の佐々木剛、そして5番の畑、8番5番、はい、四国勢、そしてその後ろ7番の、松岡、そしてその後ろが村田、7番1番、この近畿のラインですね。はい、そしてその後ろなんですけども藤根のラインがね、ここ、4番2番6番というラインで一番長いラインなんですけどね、この後ろ4番ですね、藤根ですね。113回戦の藤根、はい、そして2番の、大月、小林純次、6番ですね。最高峰に3番の渡辺裕太、そして9番の和田健太郎なんですけども、やはりここ先ほどの1列と同じですよね。同様に、ラインの長い先行する確率の高いラインが、まず中段の後ろですね。で後ろの一番後ろのラインが1回押さえて、叩いたところを叩き返すというレースのパターンですよね、これはね。渡辺裕太がねこれから上昇していって、先行徹底先行の藤根を抑えるわけですけどね、まずここからレースが動きますね。残り、3周からですね、抑えて渡辺裕太もうまかったですね。ここで藤根を蓋して、身動き取れないようにしておいて、8番の、佐々木剛もねあんまり長い先行はしない感じですのでね、やはりここでしっかりと1回切って確実に切って4番の藤根を待つ、東北ラインねこれを待つということで4番で確保ということで、小林順次もしっかりとついてきましたよね。はい、4番2番6番の、ラインが先行です。ここでジャンを迎えますね。残り1周半です。中段に入りました、渡辺裕太、3番9番の難関ラインですね。佐々木剛がね後ろから8番手から、強烈な勢いで、ね、来るんですけどね、ちょっとここ遅かったですよね。もう少し早いタイミングだったり位置取りがうまければ行き切ったと思うんですけど、大月がうまいですね。肩入れてねしっかりとスピードを止めて、ここでまた佐々木も頑張っているところを大外ね、3番の渡辺裕太がよく乗り切りました。これねそのさらに外9番の、立て足のある和田健太郎選手が伸びて、ここは9番3番という決着でしたね。ここは、難関勢強かったと思いますね。はい、そのような2レースでしたけども、はいはい、やっぱりこうちょっとね1レースからそうですが、やっぱり宮本選手とか藤根選手とかね、はい、先行した選手がちょっとこう潰れてるね、潰れてるなって感じがしますね、はいはい。まあ、あと後位取ってちょっと足を溜めてる選手がまくって ね、 あそうね結果残してる感じがします、はいはい。まあ、ちょっと後半になるとまたねちょっと戦い方変わってくると思いますけど、まあ、1、2レースはね、もう少し頑張って、若手に頑張ってほしいなという感じがしましたね。そうですよね、はい、先行する若手が少しね先行が、潰れてる感じだよね、足ためてまくって選手がね、やっぱりドームって風の流れがないじゃん、だ常に当たってる感じじゃん先行は。後半になると風が回ってくると思うんだよ、あそうだって俺と小倉走る時も、朝指定練習乗ってる時は、重たいなと思うけど、11レースとか最終レース走る頃は、1レースからずっとみんながレースしてくれてるから風がもう回ってきてるんだよね。そういうもんなの、ただ自分が走る時は顔見せ行った時にあ軽くなってるって思ってた。あじゃあ1レースの方走ってる選手重たいんだ。だって空気も冷たいでしょ。だってこう、あ確かに、あ空気も冷たいし風も回ってないわけですから、だから1レースはちょっとやっぱきついよね。で後半になってくると風がだんだんこう回ってくるし、こうお客さんの熱気とか、あそうだね、暖房とかで、バンクも軽くなってくるから、そしたらこう、ね、だからドームってほら6番車来てて、そのメンバーの中では弱いもし自力選手がいたとしても、6番車がなんで逃げ切れるかって言ったら、その風がないからほらもう風回ってるし、あで6番が逃げ切ったりするんだよね。あなるほど。で主力どころはこの選手だとまくれるだろうと思って7番手がいるとペースにはまってああまくれなかったとかあるんだよね。あじゃあ後半はそれをね、風が回ってくると思うんだよね。これは聞けないですよね、なかなかねこの話はね、いやあなたも選手だったんでしょ。いやだから俺こんなもんなんですわかります。私もこう見えてもね、はいはい、ただ喋ってる考えてるんだね。考えてますよ。いやただ力があるだけだと思ってた俺。
力があっても何か考えないと。あ、そうなんだ。そうでしょ。そうですそうです。でもやっぱり外と中ってどっちが走りやすかった、あのドームは小倉はだからそうじゃん、あの中が怖いのはさっき言ったみたいにそんなに力の差、まあ、G1 になるってくるとさ、うん、拮抗してるわけだから、うん、あそうだね。で6番車来てて俺が1番車来てても、うん、6番だって力があるわけだから。あ、ありますね。これをペースで逃がさすとまくれないけど、うんうん、これ外だと風に弱い選手かもしれないから、うん、そうすると足使ってくれてまくりやすくなったりとかしてたから。なるほど。だからバンクがこのドームとかこう置く、ね、中の時は、うん、早めに早めに行かないとペースが。じゃあ今日のさ、うん、吹き沢、吹き沢あの、うん、群馬ではあの特選ね、うんうんうん、さっき選手先制した人、そう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 、うんうん、あいつは新人で出てきたんだけど、うんうん、後半のレースじゃん、うんうん、でもう徹底選考で今回行くっていうから、うんうん、あと空気に飲まれないかけだよね。だって1000m だってあいつ、うん、全プロ1分4秒ちゃんと1分4秒666っすよ。 3位南純、渡辺和也、木澤、ね、いや俺は全部これやっぱりデータとして喋らなきゃいけない。昨日研修来てなかったけどちゃんとやってたんだ、ね、お前さそういうのはやらなくていいんだから。そう事情があるんですか、いろいろ。いやいや俺も昨日研修来てなかったからまた畑仕事してんのかなと思ってたいや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 、もしかして全警備寄せてんのかなと思って。いやいやいろいろあるんですよ、うん。